それでは、チューブラリの組み立てを始めます。主な材料は、ゴムチューブ、フレーム、座面です。座面のスリットにゴムチューブを通していきます。ゴムチューブを留めるため、ロッドをはめ込みます。すべて通せば、次はフレームに通していきます。ゴムチューブのバルブをフレームの穴に差し込みます。キャップを閉めます。ここからは2人の作業です。付属の引っ張り棒で外側のゴムチューブを引き、ロッドで留めます。これで完成です。ゴム特有のテンションが快適な座り心地を生み出します。チューブラリ、それはゴムチューブを生かしたただ一つの椅子。